へえ、首筋がね。感度 A だっちゃか。総排泄口だべ。また一つ賢くなりました。タンクゼロクリム君。いや、入浴人提案したのは俺たちじゃねえし。あんたたちはこの後頭部の生え際付近やろ。来てくれてありがとね、スタンクちゃん。また来てね。ああ、また来るよ。なあ、お前さっきのエルフ抱いてきたのか。すっげえよかったぜ。げえ、冗談だろ。あれ500歳は超えてるじゃん。それが何か。ババアじゃねえか。よく相手できんな。あら、もしかしてゼルちゃんじゃない。いや、三重さん、ご無沙汰じゃないの。もっとかまってく、うん、ご無沙汰って。3ヶ月前に遊びに行ったばっかりじゃないですか。朝まで楽しみましょう。待ってるわ、うん、楽しみにしてるわね。もう選挙の時期か。100年おきくらいでいいのにな。もう人間にはそんなに時間がないって言ってるでしょ。ああ、そうでしたね、三重さん。でも人間の時間がエルフより短いとしても僕たちの時間は永遠ですよ。まあお上手なんだから。じゃあまた遊びに来てね。よし、じゃあ我が治ったら俺たちを展開まで案内してくれ。それなら治るまでの間全力でサポートしてやる。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。でもどうして展開に。展開にもスケベな店はあるのかなってな。はい。いやー、楽しみだな。天使とエッチできる店なんてあった日には文字通り天国に昇天じゃないか。天国に行く、いや天国で行くか。もしかしたら神様が働いてる可能性もあるぞ。オーマイガー、夢が広がる。ビバユートピア。とんでもない人たちを頼ってしまった気がする。太くて硬くて大きいもの、これなんだ。答えは1秒後。ディスアリスちゃんの角じゃ。落選した。お前だってあの場にいたら重力に引き寄せられていたはずだ。そうですかね。まったく、これ以上クリム君に変なこと吹き込まないでほしいんだけど。あ、おお、ここにもそこそこ豊かな重力が発生している。重力はこっち向きでしょうが。